どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、いつも私がこのウクレレでね、あの簡単アレンジをしているじゃないですか。で、皆さんにもですね、あの大好きな曲を簡単にアレンジできる、便利な方法をご紹介したいと思います。これは結構いいですよ。はい、11月の3連休記念企画でございます。はい、これはですね、まあ、あの私あの生で会うときはよくこの話はしてるんですけれども、ですね、インターネットをやっぱり使うのがすごく便利です。で、今ね、コードを教えてくれるサイトっていうのはいっぱいあるんですよね。例えば、あの、代表的なのはここに書いて、ユーフレットというサイトとか、楽器 .me とか、J-Total Music、いろいろあるんですけれども、ですね、いろいろあの、難しいことは考えなくていいと思うんですよ。まあ、じゃあやり方から解説しますけれども、すみません。その前にね、私は最近家庭音楽って言葉をよく使ってるんですけど、家庭音楽って何だろうと思う方はですね、私ブログ書いてるんですよ。ブログを書いてます。はい。リンクを貼っときますんで、まあ、一回ちょっと読んでみてくださいよ。気楽に音楽をね、やるっていうのは、こういうことだよ。あ、なんか メッセージが入りました。これね。オンラインで繋がってますから。はい。で、まあ、その、今これからじゃあその簡単アレンジのやり方を紹介しようと思うんですけど、ですね、まずね、ここがいいと思います。Google とか、あのね、Google の検索画面に行ってみてください。で、今日はですね、あの、以前やったことあるんですけど、チューブの、昔の曲ですけど、シーズンインザサンを、簡単版でやってくださいという声をいただいてまして、以前やったことあるんですけど、あの、結構難しいバージョンだったんで、それをどうやってやるかっていうのを紹介しながらやると思います。で、ここの検索窓にですね、こうやって打ち込みます。シーズンインザサンと打ち込みますね。シーズンインザサン。はい。で、スペースを、わかるかな？見えるかな？まあ、ここ見えなくても大丈夫ね。シーズンインザサンの後に、スペースを開けて、コード、こう入れてください。見えた？シーズンインザサン、スペースコード。はい。で、検索します。そうすると、大体ずらっと出てくるんですよ。で、これを見ると上から、これは U フレットっていうのが一番上にあって、その次は楽器 .me とか、いろいろあるんですけど、まあ一番上に出てきたこの U フレットさん、これ見やすいと思うんで、これをじゃあクリックしてみましょう。はい、来ました。見えるかな？シーズンインザさん。で、ここに見ますと、見てください。シーズンインザさんって書いてあって、ここ見てください。ギターとかウクレレとか書いてあるんですよ。ここ、ウクレレでやりたいから、ここをカチッとやると分かりやすいかもしれませんね。じゃあまず、ウクレレをカチッとやりました。はい。見えてるかな?ウクレレカチッとやると見てくださいよ。ここのコードダイアグラムがウクレレのものに変わります。それでね、コードまず、チラッと見てください。どうですか？見えるかな？このコード、もうちょっとこうか。案外今まで見たことないな、これ。これ難しいじゃん。これ難しいじゃんっていうのが、まあ、ね、どうですかこれ。難しそうじゃない ?G メジャー7、いろいろ書いてありますね。これで、こっからです、皆さん。大事なのはこっからです。ここですよ。胃腸っていうところがあるんです。見えるかな？ここ。胃腸原曲キーとかいろいろ書いてあるんですけど、ちょっと遠いから見えるかな？ここに、ボックスがあって、ここをこうカチッとやりますと、マイナス1とか1とか2とか書いてあるんですよ。で、ここですね、よく見てください。簡単、原曲キー簡単弾きって書いてあるんですけど、この簡単弾きっていうのはこの U フレットっていうサイトが、ギターにとって簡単だということを言ってくれて、おすすめしてくれてるキーなので、ウクレレにとっては、まあ簡単ではないです。ギターでいう簡単なコードっていうのは D とか A とか E っていう、あの、キーがやりやすいんですけど、ウクレレやっぱね、皆さんご存知の通り、ガズレレアレンジでおなじみの C ですよね。C とか Am とか、そんなのが、あの、いいと思うんですけれども、ここでね、一個ずつ変えていくと、要はキーが変わるんですよ。キーって皆さん、あんまりキーの話するとちょっと奥が深くて、それだけで何時間もかかっちゃうと思うんですけど、要は、カラオケ行ってちょっと音高いから下げてください、上げてくださいっていう、あれですね。あれはですね、この、ウクレレでやろうと思ったらですね、これがいいんですよ、これが。カポダスト。例えば、今 C を弾きますが、これ C ですよね、普通の。ちょっとこれ低いなと思ったら、これをこういう風に挟んでみます。そうすると、この棒が、ここに、これが2個上がったと考えるから、ここを去ると C になります。はい。なんだけれど、響いてる音は D なんですよ。C の2音上がってるから。
はい。で、まあちょっとこの辺ややこしいんですけど、とにかくこの白い棒がこっちにどん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 来ると音程が上がっていくって考えると、まあすごく楽だと思うんですけれども、まあとにかくじゃあちょっと進めてみましょう。で、今、マイナス1っていうところを1個押してみました。原曲キーの下の、今ここだったんですけど、これマイナス1を押してみます。それで見てみても、見てください。あんまり見たことないコードばっかでしょう。これもちょっと違うなってわかります。こうやって1個ずつ探していくんですよ。今マイナス2にしました。カチッってやってみました。で、まず下に行ってみます。あ、見てください。なんか見たことあるのがいっぱい出てきましたよ、これ。いつもガズレレで出てきたような感じの。これだったらもしかしていけるな。ここが大ヒントです。この、いいですか？曲名をしたら、この U フレットの場合、ウクレレを押して、ここのウクレレっていうところを押して、その後このキーを変えるところに、を注目です、これ。ここです。ここのページが一番大事で、この中で全部押してみて、C とか F とか Am とかそういういつも出てくるコードが多いところを探してください。それが簡単弾きのコツです。なので、自分の音程、歌う音程に合わせてるんじゃなくて、こっちに合わせてる。ウクレレの一番簡単であろう C に合わせてるっていうのがこの私のガズレレ流のやり方なんですよ。ですので、よく言われるんですよ。ガズさんはいつもキーが合ってていいですねって言うんですけど、全然合ってないです。あれは女性にとっても私にとっても合ってないけれど、ウクレレにキーを合わせてるって考えてるから、まあ楽に簡単にコード弾きができるということですからね。はい。じゃあこれマイナス2でした。たまたま結構近かった。これやる、全部試すにはね、こんだけやるから、結構時間かかると思うんですけど、たまたまマイナス2でいつものコードが出てきました。はい。これが、見てください。見える ?C とか Em7 とか、Fm7 なんかもう F でいいですよ。それが、簡単コードの前秘訣なんですけど、こういう風に拾っていくんですよ、私はいつも。で、もちろんこの中にも見たことないコードがあるんですけど、例えばね、見てください、じゃあ。ここ、Dm7 って書いてありますね。これは Dm でいいです。で、例えば Cm7。これも簡単だから Cm7 いいんですけど、これ C でもいいと思いますよ。Am7 も、Am7 って何も抑えないからいいんですけど、ただの Am でもいいです。要は余計なのついてたら、それ、剥がしてみるっていうのも手だと思いますね。で、あとは、合わせて聞いてみたいですよね。で、なんで私の場合は YouTube で、そのShe's in the Sunを調べます。じゃあ YouTube の検索窓に、じゃあこのように、はい。She's in the Sunと入れてみまして、検索かけてみると、チューブのShe's in the Sunの動画がいっぱい出てくるんですよ。でね、多分ちょっとこれをこのまま YouTube で再生すると、ちょっと権利の問題が出てくる、きちゃう可能性があるんで、要は、さっきここで簡単弾きにしたキーってマイナス2だったじゃないですか。そうするとですね、チューブが YouTube で演奏してるのと、キーが違うんです。違っちゃうんで、チューブが演奏してる動画を弾いてみて、カポで合わせてみるんですよ。したらですね、ここにマイナス2って書いてあったんで、2フレットに押さえたら、チューブの原曲と一緒になりました。そうすると2フレットにはめて、F から F、ここで F と押さえるわけです。F ですよね。G7 ですよね。C ですよね。ここで F から。Stop the season in the sun. 生の音をしてくれ。いつまでも。これが原曲キーですね。これで、YouTube に合わせて違和感がないかどうかをチェックして、YouTube の動画と一緒に合わせてやってます、私は。で、ちょっとね、ここね、流すとね、またちょっと、権利問題がいろいろ出てくるかもしれない。動画は流さないんですけど、こうやってね、YouTube を流してみて、これ合わせてみて、一緒に YouTube とセッションするっていうところから私は最初にやってますんでね。そう、これカップを使わないと、そのコードで弾くと、本人がやってる、キーとは違うんで気持ち悪くて合わせられないから。まあだから、カップは一個持っとくとやっぱりいいと思いますね。はい。それが、まあ、ガズ流の簡単アレンジ方法です。で、今日は、じゃあ、こんな機会珍しいんで、見てください。はい。私のノート。どうやって書いてるかも見せちゃいましょう。白紙ですよ。ここに、もうすごい僕書き間違いが多いんで、これです。消せるボールペン使ってます。これじゃないとね、もうしょっちゅう消したり書いたりしてるんですよ。で、ここにこうやって書くわけですよ。はい。シーズンインザサンガズ、そうやって書いていきます。で、パーッとこういつものにこの4つを書いて、でここから書いていきます。 Start the season in the sun 心潤してくれ。
ちょろーっと書いて、スクロールしてこれ見ながら写してますよ。いつまでも D マイナーこのまま、いつこれでちょっと不安があったらいつまでも。これでいいな、 G7 だったな。こういう風に弾いてみて試します。大のさあ、C7 か。でこういう風に違和感あったら本当の YouTube を聞いてみるんですよ。ここはちょっとカットしますよ。なるほど。まあ、このような感じでどんどん書いていきます。そしてですね、難しいのが出てきたら、弾いてみて違和感がなければ、私の場合簡単にしていっちゃうんですけれども、まあ、こういうのは、本当に、まあ、ある意味、まあ、感性もそうですけど、歌中心で やると、いいと思うんですよね。難しいコードは、まあ、ものすごいもう、ユーフレットというこういうサイトはですね、本当に原曲に忠実にコードを拾ってくださっているので、まあ難しいんですよ。結構難しい。で、しかもこのタイミングもわからないから、自分でこういうふうに4つに書き出していかないとリズムがわからないよね。1234、1234なのか、1234なのかっていうのがあるんで、まあとにかくこうやってコードを拾い出していくっていうのが私のやり方でございます。で、シーズンインザサンはちょっとこれから拾って、まあ強化した、また YouTube の方で公開しようと思いますんで。そっちもお楽しみください。こうやってやってみて、まあ、経験値を積むって感じですかね。あとはさっきも言いましたけど、E とか、E っていうコード難しいんで、E7 か Em7 に置き換えるとか、E は違う押さえ方とか、そういう動画も上がってるんで、ここにリンク貼っておきますけども、コードを、難しいコードを置き換える方法っていうのは結構いろいろ私の動画を見てくださると、わかることも多いかなと思いますんで、G は G7 にしちゃうとか。でも曲によって、気持ち悪い響きの時があるんですよ。スケールといって、まあ、なかなかちょっと難しい話ですけど、曲の流れの中でそれ簡単コードが使える使えないっていうのもありますんでね。まあそういうのもなんか感覚で覚えていくのが、いいかなって思います。はい。そんな感じで、だからキーポイントは一つですね。Google とか Yahoo 検索で自分が好きな曲名、スペース、コードと打ち込んで出てきたところで、まあ今私が紹介したユーフレットだったらユーフレットの中でウクレレを選んで、キーを変えてみて、いつも見たことあるコードが多いのが、簡単だぞっていうこと。それがまず最初。簡単アレンジの、秘訣だと思いますんで、ぜひぜひ、自分で、ガズさんが私の好きな曲やってくんないわって方、挑戦してみてください。まあ、とにかく、歌が中心で捉えればね、そういうことも、まあ、自由度が高いかなと思いますので、はい。家庭音楽ですから。そんな感じで、この簡単アレンジの一個のやり方として、まあ、こればっかりじゃないですよ。私結構ね、実はあんまり見ないんですよ。自分の耳に聞いた感じで拾っちゃうことも結構多いんですけど、まあ初心者の方はね、いきなりやっぱそれ分かんないでしょうから、こういう便利なユーフレットなどのサイトを参考にして簡単アレンジに書き出す。ノートで書かないとやっぱりね、もちろんあれですよ、頭で覚えられるわけはありませんから。はい、それがガズレレ簡単方法アレンジの1個のご紹介でした。ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。